カール・ビンソン原子力空母へ F-35C 戦闘機が着艦事故を起こしたことは、世界に画像などが広がっている。F-35C 戦闘機には、この以前より指摘されていた問題点があったことを知っていますか？今回は、このアメリカ空母カール・ビンソンへの F-35C 戦闘機の着艦事故を詳しく見ていきます。できることなら、場所が場所なだけに、早急に引き上げが急がれます。南シナ海での中国の原潜が近寄ってきますからね。2022年1月24日、アメリカ海軍の主力航空母艦であるミニッツ級の3番艦カール・ビンソンにおいて、その艦載機で最新鋭の戦闘機 F-35 ライトニング2C 型が訓練中に着艦に失敗、機体はそのまま海に落下して海中に沈んだ。このカール・ビンソンでの事故が多くの報道で取り上げられたのは、事故を起こした機体が世界でもアメリカ海軍海兵隊のみが配備する F-35 ライトニング 2C 型だったことと、当該海域が南シナ海だったためだろう。ご存知のように F-35 ライトニングにはアメリカのロッキード・マーチン社による最新鋭の第5世代ステルス戦闘機であるが、同機の最大の特徴の一つが、使用用途に応じて3種類のタイプから選択可能なラインナップとなっている点だ。これは通常の陸上の滑走路で運用される空軍仕様とも言われる A 型、短距離離陸、垂直着陸が可能で、教習揚陸艦等で運用される B 型、そして今回の事故機となったカタパルト装備の航空母艦で運用される C 型の3タイプである。日本も航空自衛隊では A 型を105機、B 型を42機の合計147機を調達する方向で進めているが、現在カタパルトを装備した航空母艦を運用している軍はアメリカとフランスのみであり、後者は国産のダッソーラファールを採用している。そのため F-35 ライトニング 2C 型を採用しているのはアメリカ軍のみに限定されており、今後もその方向性に変化はないと思われるため、同国海軍と海兵隊のみでの運用されると見られており、稀有な機体だということができる。アメリカ軍でも初期作戦能力の獲得は A 型が2016年8月、B 型が2015年7月だったことに比して、 C 型は2019年2月と最も遅く、カタパルトを装備した航空母艦での運用を行うことは、実績や経験の豊富なアメリカであっても少し難航した。ここで問題となったのは、航空母艦への着艦時に飛行甲板上のアレスティングワイヤーを掴んで機体を停止させるフックがうまく機能しないというトラブルであり、 C 型にフック位置の設計変更を強いることとなった。先ほど C 型を運用しているのはアメリカ軍のみだと述べたが、この C 型の着艦問題が表面化するまでは、実はイギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦は同機を艦載機とする構想で進められており、この遅れによって B 型に変更された経緯がある。さて、今回のカール・ビンソンにおける F-35 ライトニング 2C 型の事故だが、飛行甲板で作業中だった6名ないし7名の兵士に怪我が発生しており、不幸中の幸いと言うべきか、操縦者は緊急脱出を成功させて無事だという。当時、当該の F-35 ライトニング 2C 型の機体は訓練飛行中だったとされているが、同機の墜落事故は、これが初の出来事であり、また、その場所が、南シナ海という、世界の樹木が集まっていた海域ゆえに、非常に、多くの報道で取り上げられている。というのも、アメリカ海軍は、この2022年1月中旬以降に、県のカール・ビンソン以外にも、同様のミニッツ級航空母艦の5番艦、エイブラハム・リンカーンや、2隻の強襲揚陸艦を南シナ海へ差し向けており、その航空戦力の集結が注目されていた。具体的には、これらは、
アメリカ級強襲揚陸艦の1番艦、アメリカとワスプ級強襲揚陸艦の2番艦、エセックスの2隻で、こちらは、艦載機に F-35 ライトニング 2B 型を搭載しており、軽空母的な運用が可能な艦艇である。これら航空母艦、カール・ビンソンとエイブラハム・リンカーンの2つの空母打撃群と、強襲揚陸艦、アメリカとエセックスらの遠征打撃群だが、同じ海域に集結しており、さらに、横須賀には、航空母艦、ロナルド・レーガンも入港中だ。これだけのアメリカ海軍の航空兵力を有する艦艇群が、東アジア周辺に配置された状況は、実に、ベトナム戦争以来の出来事だとする見方も多く、中国や北朝鮮に向けて、アメリカが、近年稀に見る、最大限の牽制策を敷いた状況と言えそうだ。アメリカ海軍は、大型の原子力航空母艦として、主力のミニッツ級を10隻、最新鋭のジェラルド、R、フォード級の1番艦、ジェラルド、R、フォード、1隻の合計11隻を収益させているが、現在稼働中なのは、そのうちの4隻に過ぎない。これは、無論、稼働、訓練、メンテナンスの3段階のローテーションを、艦艇、及び、乗組員にも施す必要が生じるためであるが、現在地中海に展開中のミニッツ級の8番艦、ハリー、S、トルーマンを除き、3隻すべてが、アジア太平洋地域に派遣されているのだ。ハリー、S、トルーマンも、ロシアによる、ウクライナ侵攻が懸念させる中で、非常事態に備えていると言えるが、今のアメリカの判断は、その危険性よりも、アジア、太平洋地域での牽制を優先させているのだと、痛感させられる。ちなみに、航空母艦、カール・ビンソンと、エイブラハム・リンカーンらの空母打撃群は、1月17日から23日までの日程で、海上自衛隊の護衛艦、出雲、らとフィリピン海における、合同軍事演習を行った後に、南シナ海に入っている。一部の報道では、この合同軍事演習において、アメリカ軍の F-35 ライトニング 2B 型が、海上自衛隊の護衛艦、ヒューガに発着艦を行った模様だとされているが、これも、同期の運用に向けた、テストの一環だったのかもしれない。こうした日本とアメリカとの合同軍事演習の動きに対して、中国側は、その最終日にあたる23日に、同国空軍の J-16 戦闘機24機、J-10 戦闘機10機、H-6 戦略爆撃機1機等の40機弱の戦力を台湾方面に展開し、これに対抗する構えを見せた。しかし、これらの中国空軍の航空機の数は、単純比較するならば、アメリカの大型原子力航空母艦1隻が搭載する機体数にすら、遠く及ばず、はためから見れば、アメリカの動きを、指を消えて見ていたと言われないための言い訳程度にしか感じられなかった。それを自覚しているゆえか、中国政府そのものから、今回の、カール・ビンソンで発生した、F-35 ライトニング 2C 型の事故についての、事実認定以外の声明は、出されていないが、一部の同国の報道では、これを揶揄する内容が散見された。いわく昨年2021年10月に同じく、南シナ海で潜航中に、海底との衝突事故に見舞われた、シーウルフ級攻撃型原子力潜水艦2番艦、コネティカットの件や、今回の F-35 ライトニング 2C 型の事故をして、アメリカ軍の状態を、ハリコの虎だと、嘲笑している。まあ、確かに、事故当日のその海域の状況は、好転というような状態ではなかった模様で、当該の F-35 ライトニング 2C 型の搭乗者による、人為的なミスが、同機の初となる、墜落事故の原因ではないかとの見方が、大勢を占めるようではある。問題は、今回の事故を収めたものと思えしき、降下して、
キタル F-35 ライトニング 2C 型を捉えた20秒弱の動画と水面に落ちた同機の写真がインターネット上に流出している事実であり、昨年2021年11月に地中海で発生した事故を彷彿とさせる。これはイギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスの艦載機である F-35 ライトニング 2B 型で発生したものだが、同様に直後に事故の瞬間を捉えた映像が流出しており、事故そのものよりも軍のコンプライアンスが問われたことが記憶に新しい。